地洗浄機の霊地洗浄機は、膣空に溶液を直接流入して、膣内を洗浄する、医療機器である。日本においては、薬機法に基づく告示により、類別、機械器具55医療用洗浄機、一般的名称、膣洗浄機に分類される。クラス分類は、2である。区分では以下向け、家庭用の別はない。一般に、家庭で用いられるものとして、 携帯ビで、携帯用ビデ、使い捨てビデ、使い切り、ビデなどと称されて市販されているものがある。便所等の個室内に据え付けられた機器は外製機を洗浄するためのものであり、用途が異なる。日本では、父洗浄機は管理医療機器に分類されており、製造販売をするには、厚生労働大臣の製造販売承認が必要である。 製造販売承認の申請の際、その製造方法や原材料、科学的、生物的安全性や保存安定性、使用目的や効果などが申請内容となっており、これらの立証資料が要求される。また、製造所は医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令への適合が要求され、 製造販売承認の審査とともに、省令への適合性調査が製造業者に対して実施される。現在、日本において製造販売承認を得て販売されている製品は、メーカーにより若干の形状の差異はあるものの、いずれも、生成水が入った柔軟な樹脂容器にノズルが装着された構造である。使用方法は、生成水,水が入ったポリ容器にノズルを装着し、 ノズルを膣内に挿入し、握力により、樹脂容器を握り潰すことにより、ノズルから膣内に生成水が噴射され、膣内を洗浄するというものである。単回仕様の製品、すなわち使い捨ての製品である。2008年現在、海外においては、塩化ベンザルコニウムや溶ド液など消毒剤を含むものや、香料を含んだものも販売されている。しかし、現在のところ、 日本国内において製造販売承認を得て販売されている商品はすべてその洗浄液の成分は生成水のみである。また、直腸を洗浄する際に使用することを想定して製品化されているものもあり、英語圏では窒の洗浄を目的としたものと全く同じく粒子と銘打たれている。ただ、それらの多くはビニールチューブの形状であり、片方の端を 水道の蛇口に装着し、もう片方の橋を体内に挿入することによって使用するようになっており、特に男性同性愛者が使用することを想定して販売されているものである。このため、入手の際に、地洗浄機と間違いないよう注意を要する。製品の製造販売を行う事業者は、第二種医療機器製造販売業許可を有していなければならない。また、 ユーザー等へ販売するにあたっては、クラス2の医療機器に分類されるため、管理医療機器販売業を届けが要求される。薬局、薬店等で販売されている。一例として、h t t p w w w c i t c o m davy-wavy-and-his-anardius-2010828。高度管理医療機器等販売業許可を得ている。事業者は、届出で不要。 ありがとうございます。